ここからこのスーパーダイエットフードのスキャベツのこちら1つ目、なぜ痩せることができるのか、その理由と2つ目、使った材料ですね、何をです、使った材料のダイエット効果と、そして最後ここは大事です、どのように食べれば良いのか、例えば1日に何回食べて、どれぐらいの量をどのタイミングで食べると一番痩せることができるのかっていう、そのポイントについてあなたにお伝えして終わりたいと思います。では1つ目です。なぜこのスキャベツを食べると痩せることができるのかという理由なんですが、根本的に痩せ体質になれるからなんですね。それはこのスキャベツを食べることであなたの腸内環境が整うからなんです。そのことであなたはですね、体のこう根本的な部分で痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよ。以前の私もそうだったんですけれども、この腸内環境が悪いままだと、もうどんなにですね、いろんなダイエットを試したところで決してですね、リバウンドせずに痩せるっていうことはね、ないんですよね。なぜかというと、体質そのものが痩せ体質ではないのにっていうところなんです。なので、あなたの腸内の中にいるですね、細菌たち、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちをいかに増やして、そして餌を与えて、もうですね、大きく大きくいつまでもね、いし続けていただくことができるのか、まあ、育てないといけないわけですよね。そこで大活躍するのはこのスキャベツの材料たちということになるんですよ。ではこの2つ目の項目にスッと移りましょうね。何をということで、先ほどご覧いただいた材料がありましたよね。キャベツとお塩とビネガー、まあ、酢だけでしたよね。もうこの3つだけで簡単にできてしまうというこのスーパーダイエットフードなんですけども、まずはキャベツがね、すっごく腸内環境を整えるためには大切なポイントになってくるんです。こちらです。先ほどお伝えしました、その痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを増やすためには、その菌たちがですね、やっぱり餌が必要なわけですよね。その餌となるのが何かと言いますと、この食物繊維なんです。でしかも食物繊維といってもですね、2種類ありまして、水に溶けやすい水溶性食物繊維と、こうもさもさして便のね、かさ増しになるような、もう本当のこう繊維質のもの、まあ、お芋とかですね、そういったごぼうとかものが不溶性の食物繊維なんですが、なんとなんとこのキャベツはですね、その両方がもう一度に取れてしまうという優れた食物繊維を持っている食材なんですよね。ですから水溶性も不溶性もね、どっちも大事なんですよね。水溶性を取ることでその便が柔らかくなって、不溶性を取ることでかさ増しができて、スルッとやっぱ出るわけなんですよ。もう気持ちいいですよね。やはり私のですね、モットーはもう快眠、快食、快便なんですけれども、この3つがやっぱり基本だなって思うんですね。私はこの、3つのですね、言葉が大好きなんですけれども、これをモットーに日々腸活に取り組んでいるわけです。ですので、こちらのキャベツが入ることで、まずはこの食物繊維が取れちゃいますよということ。そして次に低脂肪なんです。低脂肪ですから、やはり脂肪が低いわけですよね。これはやはりダイエットにも大事な部分になってくると思うんです。そして抗酸化作用もありますから、もう体の錆をですね、ここで一気に大掃除してくれるというキャベツのその若返り効果も期待できますので、ぜひこのスキャベツを毎日召し上がっていただくことで、こういった効果を得ることができますよということです。はい、では2つ目の材料に塩を使いましたよね。このお塩もとっても大事なんですよ。もちろんビタミンやミネラルがこう残った生成される前の良いお塩を使ってくださいねということ。そしてまずこのお塩をですね、良いお塩を取ることで、あなたの体温がですね、やはり 36.5 度に保たれるんですよね。やはり低体温、例えばあなたがもし今36度もない35度台の体温であれば、ダイエットはね、なかなか成功しませんよ。もうそれはね、良くないんです。なぜかというと、代謝が落ちてしまうんですよね、体温が低いということは。そうすると食べたものをこう燃やせないわけですから、やはりですね、なかなかこうダイエットにこう成功することができにくいお体になってしまっていらっしゃるわけです。そこでこういった良いお塩を使うことで、まずはあなたの基礎体温を上げていくということが大事。そのことで代謝が上がって燃やすい体になって、
あなたは健康的で綺麗に痩せることができるんですよね。そしてまずはお塩を取ることで次新陳代謝がアップします。ただしどんなに良いお塩でも取りすぎてしまっては NG ですよね。だいたい目安としましては1日に5から10グラム取りましょうねということでお勧めしたいと思います。では材料の最後でしたね。お酢です。ビネガーですよね。ビネガー、お酢はですね、もうとにかくダイエットにはもうおすすめの調味料になります。なぜかと言いますと、まず体重をですねコントロールしているこのインスリンというホルモンの分泌をやはりしっかり抑えてくれるんですよね。体重設定を上げるホルモンを抑えてくれる効果があるということ、そして血糖値の急上昇も抑えてくれます。もうここすごくポイントですよね。やはり痩せるためにはいかにこの血糖値の急上昇をさせずに緩やかに上げていくことができるのかっていうところにですねかかっているわけなんですよね。なぜかというとその急上昇している間に脂肪がどんどん溜め込んでいくですよね。逆にこう緩やかにですねノロノロ亀さんで言ってくれるといかがですか。この脂肪を溜め込むことが抑えることができるわけですよね。この振り幅とこの振り幅ですが全然違いますよね。そういうことで同じように食べたとしてもいかにこの血糖値を急上昇させずに美味しくですよ食べることができるのかということがダイエットを成功させる秘訣になります。そしてこのお酢を取ることであなたの腸の動きがとってもね活発になるんですよね。やはり腸が元気に動いてくれないといろんなものをその食べた時に消化吸収ができないということになるとどんどんあなたは太ってしまうわけですから、ここでしっかり腸の動きを活発にしてあげるお酢を取ることであなたは根本的に痩せ体質になることができるんですよ。今回私はこの動画で使ったお酢は玄米酢をですね使いました。私玄米のお酢も大好きなんですが、お酢であればどんなお酢でも基本 OK なんです。例えばこれがワインビネガーで白ワインのですね白ワインビネガーでもいいですし、あとまろやかなお酢がお好きな方はこうツンとするのがね苦手な方はリンゴ酢がおすすめです。まろやかでやっぱりフルーティーでおすすめなんですよね。で私はよく納豆にね黒酢を入れることがあるんですけれども、この黒酢でこのスキャベツ作るとですね結構酸味が強いこうパンチが効いたようなねものになりますから、もう酸っぱいの好きっていう方はですね黒酢で作っても良いと思うんですけども、かなりパンチが効くようになりますから、そのきついねお酢が苦手な方は黒酢は控えた方がいいなと思います。ただ黒酢もとてもね腸内環境におすすめのお酢なので他のお料理で使っていただければと思います。では今から最後の項目です。どのようにこのスキャベツを食べればさらにダイエット効果を上げることができるのかでしたよね。そのまずいつ食べれば良いのでしょうかということなんですけれども、おすすめは食前に食べることなんですね。先ほどお伝えしました通りこのスキャベツを食べると血糖値の急上昇を抑えることができますから、しっかり食前にこのスキャベツを食べてしまうことでその血糖値の急上昇を緩やかに上げていくってことができますよということですから、イコール脂肪をため込まずに済みますということになるんですよね。そして次です。じゃあ一体どれくらいの量を1日あたり食べれば良いのかということで、例えばこのスキャベツがですねダイエットにいいと分かったよっしゃということで朝昼晩ねこのスキャベツばっかりというのはやっぱりダメなんですよ。なぜかというと栄養不足になるからです。栄養不足になってしまうとダイエットに成功することができませんから、まずはこのスキャベツはですね朝昼晩どのタイミングでも良いんですけれども、どこか1日1回まで1食までが良いです。食べ過ぎてしまっては NG なんですよね。そして量なんですけれども、だいたい小鉢1皿分ぐらい、グラムで言うと 100g 程度までを1日にどこかのタイミング食前に1回召し上がっていただくと、あなたのダイエットがですねもうどんどん加速して目標を達成ってことになりますから、あなたのペースで進めてみてください。ただし例えば今あなたがですねちょっと疲れててこう胃の調子が悪いなとか、もともと胃が弱いとか強くないという方はですね、この空腹の時にいきなりこの酢
ビネガーを食べてしまわれるとちょっとねやっぱりね負担になるんですよね。そういった方は無理に食前に召し上がっていただかなくても大丈夫です。食後にしましょう。そうしないとこう胃が荒れてしまってね、せっかくのあなたの健康な体がですね傷んでしまってはいけませんから、今お伝えしたような症状が出やすい方といいますのは食後に召し上がっていただきたいなと思います。そしてこの酢キャベツはですね、酢とキャベツが両方大事なので、その漬けたお酢のその汁もですね、お酢も一緒に飲んでくださいね。捨てずにです。もうキャベツとお酢はセットで常に一緒にですね、仲良く召し上がっていただきたいなと思います。なのでここで決してこのね、あこの酢がね残ってるのをジャーとか捨てないようにですね、キャーってね、私も食べてってね、飲んでくださいってお酢が言ってますから、必ず一緒に食べてあげてください。そして最後に大事なこと、保存の状態なんですけれども、私はですね作り終わった酢キャベツは煮沸で消毒したガラス瓶にですねしっかりと詰めてピタッとね蓋をしております。でそのままね常温ではなく必ず冷蔵庫で保存してくださいね。で大体ねその季節にもよりますけれども、約2週間ぐらいは大丈夫なんですけれども、やはりなるべく早めに召し上がっていただく方が良いと思いますし、もうその前に美味しくってもう2週間も経たないうちにね、あなたはきっとですね食べ終わってしまってると思いますから、もうどんどん仕込んでいただいて、どんどん冷蔵庫がねそういった保存瓶でいっぱいになれるんじゃないのかなと思います。さあいかがだったでしょうか。実は私ですね、この酢キャベツ、ビネガーキャベツは別動画でも何回かお伝えしております。でさらにさらにですね、酢キャベツとは何ぞやということでお知りになりたいという方はまたさらに詳しくお伝えしておりますので、そちらの別動画もご参考にしていただければと思います。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが継続的に健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が実践しております腸活ダイエット、今すぐ取り組める方法ということで、具体的に動画4本無料でプレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画もお役立ていただければもうとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。